はい、皆さんこんにちは、流星です。今日もラジオ懲りずにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は世界の常識と真実っていうテーマでちょっと話をしていきたいと思います。で、なんでこのテーマで話していくかというとですね、僕はもともと常識とかその固定観念っていうのに非常に疑いを持って考えるのが、まあ個人的に好きなんですけど、で、今インターネットでいろんなことがバレてきてるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあここ10年ぐらいかな。まあ昔からそういう本とかテレビ番組とかもあったんですけどね、まあテレビはまず権力者とか支配者の本音、本当のことはまあ隠すんですけど、でやっぱりいろんな人がいろんなことをいろんなブログとかで YouTube とかで真実をね話してくれてる動画がいっぱい出てきてますよね。で、僕結構面白くてね、見るの好きなんですよね。で、一番分かりやすいそういう世界の嘘とか真実真相を表にまとめてくれてる方がおられたんで、それの表を出してちょっと説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この表なんですけど、で、左側が嘘で右側がまあ真相ですよね。まあ陰謀論も多少あるかなと思うんですけどね、実際証明してないじゃないかとか、現物とか証拠をちゃんと出してんのとかいうこともあると思うんですけど、大体この表に書いてあることがもう今や常識になってきてるんですよね。もう陰謀論というか、もう陰謀そのものなんじゃないのっていう話になってきてるんですけど、で、非常に面白いのでね、ちょっと説明していきたいと思いますね。で、まず一番上ですね、戦争の原因ですね。私たちが戦争について、まあ当たり前のように刷り込まれてきてることとか常識としては、やっぱり各国の利害関係、利害対立から起きてるんじゃないかと。例えば過去はまあ日本とアメリカと、あとイギリス連合艦隊ですよね。この国々とイギリスアメリカと戦争したと。利害関係、人種問題とかエネルギー問題ですよね。あと石油問題とかっていうふうに教え込まれたじゃないですか。自分の周りの大人の人とか先輩とか先生とかニュースとか新聞とかでそういうふうに報道しますよね。で、一部まあ嘘じゃないとは思うんですけどね、僕も全部が全部嘘じゃないと思うんですけど、で、真相としては武器商人がいます。イギリスとかユダヤ系の金融マフィアとかユダヤ系の外資系の資本家がいるんですよね。で、彼らがもう1800年ぐらいからずっといろんな国を争わせて、で、戦争が起きれば武器を輸出して武器を買ってもらえるので儲かるんですよね。武器商人によって意図的に起こされる。第二次世界大戦、第一次世界大戦も日露戦争もそうですよね。日本はイギリスから武器を買ってロシアに勝っちゃったんですよね。で、イギリスは儲かるんですよね。漁夫の利ですよね、単純に。で、 A という国と B という国がいました。で、 A に武器を売ります、 B に武器を売りますって倍儲かるんですよね。で、 A と B が戦争します。で、国民とか軍人は亡くなるっていう悲惨なことになるんですけど、武器商人は儲かるっていうね、この図式がある以上戦争はなくならないって言われてますね。これが真実ですということですね。で、次行きましょう。原発、常識としては原発ってまあ危険なものとか、あと火力発電所よりはかなり効率の高い発電機、発電所だっていう認識ありますよね。で、ただし漏れると放射能汚染するから危ないよっていう。で、発電にとっては欠かせないものであると。火力発電は CO2 が出るし、水力発電とか太陽光の発電じゃ限界がある。とはいえ、福島の原発漏れ事故の後に原発が停止しましたよね。それでも何の苦もなく電気供給されてましたよね。あれって嘘なんじゃないっていう話もありますよね。で、右が真相です。事実はフリーエネルギーっていうのが100年前から開発されているって書いてあるんですけど、まあやっぱり海水発電とかもあるんですよね。あと水素発電とかで、実際素晴らしいエネルギー源はあるんですけど、これを世に出したら石油会社とか
電力関係、あと原発を推進している利権で儲かってる生活してる人たちから反発を食らうから、フリーエネルギーは出さないんですよねっていう真相が隠されてるっていうことですよね。あと次ですね、病気。人間は病気になる宿命がある。まあ生活習慣とか食べ物とか風邪をひいちゃったりとか、あと食料とか有機物とかを食すると病気になるっていう風に教えられてるじゃないですか。で、真相としては食料と環境生活によってわざと病気が作られてきたっていう、ちょっとまあ怖いですけどね、うん、で支配者側にそういう輩がいるっていう、まあこれも陰謀論もあると思うんですけど、食料の中に添加剤を、実際添加剤加えてますよね、まあ物が腐らないように、だけど必要以上に入れてるのは何かあるんじゃないとかね、人々を病気にさせてる権力者支配者がいるんじゃないっていう話がありますよね。環境すら変える技術があるので、やっぱり軍事的な技術が一般の技術より発展してるので、環境問題とかあと生活に支障を出すような技術があるんですよね。バレないような巧妙な技術があるって言われてますよね。これで病気が作られてきたっていう話らしいですね。で、医学ですね。まあ医学は飛躍的な進歩を遂げていますと。医学の進歩こそ人類の進歩って言われてます。で、真相は患者を病気づけにする、あるいは薬づけにしてがっぽり儲かると。で、まあこれも一つの利権ですよね。医師会とか。これも支配者が牛耳ってて、医療医師会をわざと病気にならないと、要は医療ビジネスですよね。資本主義の欠点なんですけど、医療ビジネスっていうのが非常に、まあ私ら国民市民から見たら厳しいですよね。で、病気にならないと彼らは儲からないんですよ。病院いらないじゃないですか。で、基本的にいらないっていう説もあるんですよね。普通にちゃんとした食生活をしていれば、まあ古来の例えば和食ですよね。日本人が昔、まあお塩を取って味噌汁を飲んで魚を食べて野菜を取れば何も病気にならないんですよね。まあもちろん腫瘍ができたりとか風邪をひいたり、まあ病気になるんですけど、軽い病気で薬はいらないっていう説があるんですよ。で、患者を病気にして、で医療費を稼ぐと。あとがん医療もまあ一つの利権ですよね。15兆円産業です。がんっていう病気はないらしいですね。一応腫瘍になることはあるんですけど、がん細胞はできるんですけど、自然治癒で赤ちゃんが3000で大人が3万って言われてて、がん細胞の数なんですけど、毎日それだけの細胞ができるらしいですね。だけど新陳代謝で亡くなってまた生まれるって感じらしいですね。だからがんっていう病気は虚構の病気らしいですよ。で、それで儲けるっていう一つのビジネスが成り立ってるっていう話です。これが真相です。あとは銀行ですね。まあ銀行というのは常識としては貸し出し利率と、あと預金利率をまあ今 0.001% ぐらいですよね。で、それの鞘でまあ儲けるっていうふうに教えられてますよね。で、真相としては価値がないのに信用を勝手に作って、で担保接収が儲けの根源って書いてあります。あと住宅ですね。30年しか持たない住宅を30年ローンで購入させる。そうですよね。だいたい35年ローンですか。で、サラリーマンだと定年まで払い終わるっていうね。で、家はもうボロボロだから資産になってないっていうね。アメリカはもっと80年ぐらい 2x4 で構築で持つんですけど、日本の建築って30年ぐらいでボロボロになるので資産にならないんですよね。まあ、湿気があるからっていうのもあるかもわかんないですけどね。で、あとですね、真相として日本とかヨーロッパとかまともな家は300年は持つっていうことですね。だから基本的に資本主義の罠っていうか、貨幣経済、資本主義のデメリットとして、やっぱりお金儲けをしなきゃいけないので、経済を回すためにはちゃんとした長持ちする商品を出しちゃうと経済が回らないっていう欠点がありますよね。はい、教育ですね。人類の進歩に貢献した。近代教育が人類の進歩に貢献した。真相は近代教育は洗脳教育である。これはもうだいぶ有名になりましたね。国家が
国民を、まあ、昔だったら軍隊の兵役があったので兵士になるための教育ですよね。で今は昭和に入ってからは工業化社会なので工場労働者を育成するための教育機関なんですよね、まあ、洗脳教育機関ですよね。これはまあ真実ですよね。もう陰謀論じゃなくて真実ですね。あと農業ですね。遺伝子組み換え技術が世界から飢えをなくすと、まあ、人口爆発してるのでね、農業も今の農家の人口とあと作付け面積とかを考えたらとても追いつかないっていう説があって、効率のいいバイオテクノロジーとかも流行ったんですけどね。で今は遺伝子組み換えですよね。で真相としては農業技術の独占によってメーカー主導の生命を脅かす産業になるっていうことが真実ですね。だから遺伝子組み換えとか農薬とかをばらまいて結局人体に悪影響を及ぼしてるっていう事実があるので、できれば無農薬野菜とかをね取りたいですけどね。なるべく国産の魚介類とか肉とかにしてますけどね、私なんか。うん、あと学問ですね。経済学も政治学も難しいですという常識がありますよね。で真実としてはわざと難しそうに論じて大衆を騙して洗脳するっていうね、まあこれも支配者の発想ですよね。あとメディアですね。ジャーナリズムこそが世界に進歩をもたらす、あと報道の自由とかね、言論の自由とか、一見そう歌ってますけど実際やってることはこれも支配者側の統制なんですけど、知らせるべきことを知らせず、どうでもいいことを大きく報道する。そうですよね。日本のメディアとか特にひどいですよね。これも支配者、権力者に統制されてるんですけど、嘘偽りで大事なこと真実は隠蔽して、どうでもいいことを報道して、あと粉飾して国民を騙すっていう報道番組ばっかりじゃないですか。だから僕もテレビ見ないですね。もうテレビ見ると頭悪くなりますよ、はっきり言って。うん、新聞、ラジオ、テレビ、インチキですからね。これはもう本当ですね。本当の真実を報道しませんからね。日米安保問題ですね。安全保障があってこそ日本はアメリカの傘の下で発展できた。まあこれは一部事実だと思いますけどね。まあアメリカが日本を安全保障してくれてるっていう認識ありますよね。でまあ実際第二次世界大戦でアメリカに負けてアメリカの属国になったのでしょうがないんですけど、これはまあ否定できない事実なんですけど、まあ真相としては安全保障という名のアメリカの危険とかデメリットとかを日本に押し付けたものだって言われてますよね。うん、だから結局アメリカの都合のいいように使われてるだけの属国っていう感じですよね。これが真相ですね。でまあ過去ちょっともう目を伏せたくなるような痛ましい事故とか事件とかありますからね。これ何人か人が亡くなってますからね。うん、だからアメリカに逆らうと怖いですよ、本当に。だから独立しなきゃいけないんですよ、日本は。本当の意味でね、政治家が毅然とした態度で外交して独立しなきゃいけないんですよ。でアメリカの脅しとかね、わけのわからないね条約とかにね調印したらダメですよ。もう70年代ぐらいまで良かったらしいですけどね、中曽根以降完全な属国になって売国して、日本の今の低迷した原因は政治家のアメリカに対する外交の弱さって言われてますよね。これが真相です。あと防衛問題ですね。アメリカが先頭に立って自由を守ってきたと。で各国戦争を仕掛けていってますよね。うん、で正義の国っていうイメージがあるじゃないですか。まあ実際そういう常識を刷り込まれてますよね。で実際真相としてはアメリカとイスラエルこそが悪の国って書いてありますよね。中国と北朝鮮の危機を煽る。で結局やらせなんですよね。アメリカが武器で儲けたいので戦争を仕掛けてるだけなんですよね。だからこの世の中って大概やらせなんですよね。ここどうなんでしょうね。日本だったら明治維新以降、世界だったら産業革命の1700年の後半
以降ですね、この200年ぐらい人類はいろんな災害とか戦争とか飢饉とかいろんなことが起きたじゃないですか。それらって全部支配者権力者の仕掛けたものなんですよね。で、仕掛けて最終的に彼らがお金を儲けるんですよっていう図式があるんですよね、これが真相です。あと景気変動ですよね。私も若い頃までは信じてたんですけど、やっぱり経済っていうのは、資本主義経済というのはやっぱり景気って上昇すればまた落ちるとかね、オイルショックとかね、まあオイルショックも中東の国の争いですけど、それも結局は武器商人が仕掛けてんじゃないっていう、さっきの話につながっていくんですけど、だからやっぱり常識としては資本主義経済は上がり下がりするのはもちろんつきものだし、大恐慌も何十年に一回来るっていう常識があるじゃないですか。だけどこれもですね、結局資本主義っていうのは金融が絡んでるじゃないですか。だから真相としては、景気変動を何者かが意図的に起こして富を収集すると、収奪すると。なので結局権力者が嘘の情報を流して、株が例えば上がり下がりをもう事前に分かってるんですよ。なので権力者って大株主多いじゃないですか。で、情報操作ができる人って永遠に儲けられるんですよ。これが資本主義の限界だと思うんですけど、なぜならば、例えば大手の銀行の株を半分以上持ってると、その人ってその会社のトップになれるじゃないですか。なので情報をいち早く知ることができるじゃないですか。まあインサイダー取引違反だと思うんですけどね。なので情報を私らよりも早く取り入れることができるんで、株の売買を早くできるんですよね。もう次に上がるっていうことが分かるんですよ。なので株を今のうちに大量買いするんですよ。そして上がりきった時に売るんですよね。で、それで利益を出していくんですよね。なので今の暴落も、まあ陰謀論なんですけど、まあいろいろ戦争を起こしたりとか、細菌兵器とか、あと人工地震を起こして、意図的に景気変動を起こすことができるんですよね。意図的に下げることもできるし、上げることもできるんですよね。で、今下げて株を買い占めて、そしてまたやがて上げるっていうことですよね。だから情報が早いんで、権力者は、上の人間は、だから何でもありなんですよね。だから今までのイザナギ景気とかあるじゃないですか。あとブラックマンデーの世界恐慌とか、今までの景気変動は、大きな景気変動ほど権力者とか支配者がわざと意図的に仕掛けてる可能性が非常に高いですね。これが真相ですっていう感じでですね、まあ面白いじゃ面白いんですけど、私たち国民にとっては踏んだり蹴ったりですよね。だこういうのを許してはいけないと思うんですよね。政治を変えるのと、あと政治家が変わっても同じことを繰り返すので、トップの連中ですよね、まあ、海外ユダヤ系海外資本家とか、彼らを解体しないと僕らは幸せになれないっていう結論に達してますね。っていう感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。